皆さん、やっさー、やっさー、男女ツインボーカルユニット、やっさぐれナイトのユミとユウトでございます。どうも、そんなこんなで6月19日水曜日夜8時から放送、ミッド FM761、やさぐれナイトの水曜日はやさぐれ気分第90回目がオンエアでーす。この番組の視聴方法はこちらのリンク、もしくは下の説明欄の方にリンクを貼っておきますんで、確認よろしくお願いします。それでもってちゃんとラジオ聞いてね、聞いてねあー、まあね、うん、ありがたいことにね、ポツポツポツとライブの誘いが入ってきてね、はい、うん、まあ6月はバタバタですよ。そうなんだよね、うん、一応あの やさぐれナイトのカレンダー共有してるんですけど、なんていうかな、誰々のライブに行くとか、この日は仕事が入ってるから、うん、単独のね、ユミ忙しいから、ユミの単独の仕事入ってるから、この日は練習できませんよとかね、うん、いうの共有のカレンダーがあって、なんていうのかな、やさぐれの練習日であったりとか、リハ日であったりとか、うん、そういうのがもうぎっちり入ってるね。なんかね、詰まってるね。詰まっとる。いいことですよ。いいことでございます。まあ、なんだろう、この前5月26日のライブしたじゃん、うん、あの時も結構リハしたよって言ってたけど、うん、ここ最近ずっとだね。なんかね、ずっとだね。ずっとだよね。結構歌ってるね、うん、今日も歌ったしね。まあ今日はあのどっちかというとキー合わせ、そうだね、うん、のやつだけども、うん、同じ曲何回歌った？5回ぐらい歌ってない？うん、5、6回歌っただよね、うん、ちょっと今声枯れてるもんね、ちょっとねそう、なので、まあ、 あのオープンなライブで言うと7月6日に奈良県のね、うん、はい、喫茶楓の木さんで、はい、はい、初奈良県ライブを開催します。ここに出してあるけどね、開催するので、もしよろしければ関西地区の皆様、はい、まあまあ関西地区とは限らんからね、やさぐれナイトのライブは全国から皆さん足を運んでもいいかなっていう気持ちになってくれてると思うので、はい、でもね、たくさん来ていただいてるのでね、うん、ぜひぜひあの情報知らなかったっていう人がいればね、あのここであったりとか、ユミの SNS だったりとか、俺の SNS とか、あとやさぐれナイトでインターネットで検索すれば、はい、すごい引っかかるので、うん、ぜひともね、ご来場の方よろしくお願いします。ということで、うん、毎月第3水曜日はやさぐれさんに聞いちゃいなのコーナーでございますけれども、はい、まあこのコーナーね、リスナーの皆様からやさぐれナイトにね、うん、対する質問であったりとかね、まあ、こういうこと調べてみてであったりとか、うんうん、そういうものをリスナーからいただいて、それについてお答えしようというコーナーですけれども、うん、今回は愛知県にお住まいのムッチさんよりいただいております、はい、ありがとうございます。はい、これは今回はやさぐれナイトに対する質問ということで、うん、いただいておりますので、はいはい、あ、そうですね、ねほりはほりゆみちゃんのあんなことやこんなことや、そんなことまで聞いちゃおうかなと、うん、そんな次第でございます。ムッチさんやから無理です。何がなんで、別に今日のパンツの色は何色とか聞かへんから。あ、そう、うん、ほんと誰も興味ないその顔、誰も興味ない、興味ないちょっとだけひどいちょっとだけ興味ない青やそんなのはね、はい、送らんどいて、うん、あ、もうちょっと違うやつね、うん、あのだったらもう何でもね、あのお答えしたいと思いますので、はい、ぜひともね、質問を受け付けておりますので、はい、よろしくお願いしますということで、今回はムッチさんからの、はい、質問にお答えしようと思いますので、はい、お楽しみに。そしてリクエスト曲は、おい、名古屋市にお住まいの、味付けは薄味が好きさんより。一瞬忘れたの、今一瞬忘れたの、
じゃあ噛まないようにゆっくり言ったの、うん、ああそういうことね一瞬忘れたのかなと思って一回ここで切ってもう一回やり直しかなと思ったけど違うね違うよ味付けは薄味が好きさ ん、うん、噛みそうやなうゆっくり言いたいねやっぱなでしょ、うんはい、久しぶりやな、はいうんうん、お久しぶりにいただきまして、はい、ありがとうございます、はい、ジュジュで言葉にできないお届けしますおこれは何オフコースのやつのカバーそうだねそうだと思うよ本当に、うん、おちょっと俺まだあのこの曲入手してないのであ音源ねそうそう音源入手してないので、うん、ちょっともしかしたら違うかなジュジュさんのオリジナルかないやあのカバーだと思うあ本当に、うん、この曲もいい曲だよね、うん、あなたやったねライブでねやったねやったよバーライブでやったバーライブじゃないんじゃないかなスターワイズとかじゃないかなうん、多分そんな気がするああそっかああそうかもね多分ね、うんうんうん、もうもしもしそうだったらね、うん、楽しみにしておきましょうはい楽しみ、はい、ありがとうございますそしてそして続きましてのコーナーですけれども我らやさぐれナイトが独断と偏見でお届けするやさぐれジュークボックスのコーナーですけども今回はゆみちゃんが担当ですが、はい、今回は、うん長渕剛フューチャリング、うん、愛でシャクナゲ色の空お届けしますはい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 ね、5月にあの5月のねライブであライブエモットボリューム3でね、はい、そうなんですやらさせていただいたやらさせていただいたカビャー曲の一発カビャー曲の一発目に、はい持ってったねちょうど休憩挟んだすぐそう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 、うん、ねあいい歌なんだよねいい歌だねこれね難しいけどねそうそうそうなかなか難しいね、うん、俺たちには今までなかった曲だね、うん、本当にね、うん、でもその分歌詞の重みがガツッと乗って歌える曲そうだね、うん、歌うっていう感じよりも訴えるっていう感じの方が強い曲だよね、うん、そうだね、うん、お早かったねすぐ持ってきたね今回ねこれはね、うんうんうん、なんかねちょっとみんなに聴いていただきたいなと思って、あそういうことですね本当にいい曲なので、うん、ぜひぜひねカラオケでもねまあ、これ男女でやらなきゃいけないからねそうだね長渕剛さん役愛さん役でやらなきゃいけないので、うん、そこはちょっとね誰かパートナーを見つけていただいて、まあ、大体飲み屋さん行ったりとかあとまあみんなでカラオケ行くっていう時にはそのカラオケ好きな女性もいたりとかするし、うん、男性もいたりとかするのでそうだね、うん、だからそういう人たちとちょっと今度これやってみようっていうふうにね、うん、やると結構ねどうだろううちら外の店で歌ったことないもんなまだこれなライブがあるからやっぱ飲みに行ったりとかしてそこでセトリを出すわけにいかないからそう基本的にはライブでやる曲は外では歌わないっていう歌わないよ、ね、ライブ終わったら歌うっていうねそうそうそう、うん、この本当ね難しいんだけどいい曲なんでぜひともね歌っていただければと思いますので、ね、はい、はいお楽しみにしておいてください。それでは皆様お待たせいたしました。6月5つ目のキーワードはゆみちゃんなんですか。5つ目のキーワードは一コブ間違えたいいのか一コブラクダの日です。一コブラクダね、うん。ちょっと一瞬間違えたかなと思っちゃったけど間違えてなかった。一コブラクダね。日はあっとかなあかんもんな。うん、そうそう。そうよ。一コブラクダの日。これもみんなわかるわな。わかるかな。わかるよね。一コブラクダを知ってるやろ。知らん人よりかもしれんよ。あのね、あやめとこうかな。うん、まあいいや。いややめといて。あの横浜銀杯。がね、うん、なんて言うかな横浜銀杯なんだね、うん、何だと思ったの横浜銀杯だとばっか思っとったけどずっとなんて銀杯銀杯ハエだよハエね、うん、そう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 あのねなんていうのかな
しりとりの歌を歌ってんのよ。へえ。その動物バージョン。そう。本当本当。そう、面白い曲で出す。ああそう、出そうかじゃあ、うん。動物バージョンと、うん、あとは女性の名前バージョンで、うん、こうやって しりとりで歌っていくっていう歌があるんだけど、うん、そこにね、ヒトコブラクダ出てくる。あ、そうなんだ。ああ、へえ。俺よく歌ってた、小学校の時。本当、うん、知らん。ああそう、うん、ああそう。アライグママ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 ントヒヒ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 ヒトコブラクダダ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 ダックスフンドド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 ドってやつ。なんかちょっと聞いたことあるようなないような。そんな短いんだよ曲が。ほんと。そうそうそう。じゃあ今度かけるわ。はい、はい、お願いします。ということで6月5つ目のキーワードはヒトコブラクダの日になりますので、しっかりメモしておいてください。ということで6月19日水曜日夜8時から放送、ミッド FM761 やさぐれナイトの水曜日はやさぐれ気分をお聞き逃しな。泣く泣く。それでは皆さん、今夜もやさぐれチャイナ、チャンネル登録よろしく。